帝国データバンクによりますと4月の食品値上げはハムソーセージや冷凍食品などの加工食品が最も多くなりましたこのほかケチャップや唐辛子などの調味料ウイスキーなどの酒類や菓子類などが値上げされます合わせて2806品目に上る見通しで半年ぶりに2000品目を超える値上げラッシュになるということです原材料高のほか、 賃上げによる人件費の上昇や物流費の高騰などの要因で夏以降、再び値上げが本格化する可能性があるとしています。